えー、30代独身会社員です投資詐欺に引っかかり200万を失いました SNS で知り合った外国人と投資をしていると気き出せなくなると言った手口です、えー、各所に相談しましたが取り返せないことは分かりました自分の無能性や乗作ぶりに嫌気がさして投げ出そうか迷いましたが踏みとどまりきています常にその言葉が気になってしまい何も手につかない日々を過ごしています秀樹さん気持ちの切り替えや後悔との付き合い方で何か行っていることありますかおめでとうございます あの30代独身のたった200万なんで、あのいくらでもまだ取り返しつきます。あの50代で家族と子供がいて、1000万失いましたとかになると、もうどうしようもないですよ。でも30代独身って、あの200万ぐらい簡単に稼げるんですよ。いや別にあの普通に働けば年間300万ぐらい稼げるので、そうするとあの1年で頑張れ、100万ぐらいは戻せるんですよ。なので、2年稼げば元通りと。で あの、要は、その、トキさんって、騙されやすい人だったんですよ。要は、その SN、SNS で知り合った外国人に投資をするって、明らかに頭悪いじゃないですか。おい、そんな外国人に金渡して戻ってくるわけねえんだと、普通わかるのに、わからないってことは、頭が悪いんですよ。でも、頭が悪いにもかかわらず、こいつに金を渡したら増えるかもっていうので、欲深いんですよ。なので、欲深く頭が悪いっていうのが、本人気づいてなかったんですよ。ところが、それが今、可視化されたわけじゃないですか。 欲深いいし頭も悪いなので多分もう次引っかかんないと思うんですよ。で人生長いのでその4050で家族が出てから引っかかるよりは今200万で済んだっていうのはすげえ安く済んだと思うんですよ。 その前にもちらっと言ったかもしれないですけど、僕もあの巨源匹のちょっと頭のおかしな人が共同経営者だったことがあるんですよね。で、あの、こうビジネスで割とお金を取られたりしたんですけど、あの当時にだと僕としては大金だったんですけど、今思うと別に全然大した額じゃないですよ。でもそのおかげで、その巨源匹の人がこういう喋り方をするとか、あ、その素で嘘をついて人を騙すやつで、しかも身内でもいるんだっていうのが分かったので、騙されづらくはなったんですよ。 まあ、その後もあの2チャンネル盗まれたりとかしてるんで、あの、騙されやすいこと自体は変わってないんですけど、とはいえ、あの、まあ、あの、ある程度その、あの、騙されやすいその虚言費とは騙されなくなったっていうのがあるので、はい。いや、あれなんですよね。結局僕はあの、騙されても困ってないんですよね。だから一回ね、本当に困んないとね、人格変わんないんだと思うんですよね。まあ、一回あってなっちゃうんですよね。そのなんかまた稼げばいいやってなっちゃうんですよね。 あの、ええー、と、まあ、ちょっとこれ前にもちらっと、あの、頭おかしいかもしれないって話言ったかもしれないですけど、その、若いうちにいろいろ騙されたおかげで、多分今の僕が成立してるんですよ。 その、まあ、ああのー、その巨源匹の人に騙されましたとか、なんかその2チャンネル取られましたとかも含めて、その、そういう経験があったっていう結果として今僕いるわけじゃないですか。なので、もし2チャンネルうまくいってたら多分僕ここにいないし、なんか普通に働いてたかもしれないし、その巨源の人がいなかったとしたら、なんか別の仕事をしてたかもしれないですよ。で、なんか、 結果として今なんかフランスにいてそのなんか夜中にビールダラダラ飲んでなんかベラベラ喋ってるだけでなんかお金入りますとかで別にあの働くのとか嫌だから別に働きたくないんだよねとかでなんか時間のある時にだけなんかネットつないでダラダラ喋ってるけでなんかお金が入ってくるみたいな。であの今日僕が放送してる理由が一個あって あのまあその Twitter でその100万登録目指してるみたいなの言ったじゃないですかでまあそれを超えましたとであの YouTube の登録100万も目指してるけど、まあ、それは時間の問題これるんですけど多分今日あの位僕今2位でまあえっと先日調べた結果だとでね差が20万円ぐらいあったんですよ2000ユーロぐらいら多分あの追いつくんじゃないかなっていうのがあって なのでっていうのがあのその5月中にこう塗り替えられるといいなっていうのもあって今日やったってことのがですよねまあダメだったら6月も一回やります、はい、<laughs> っていう感じで割とあの人生楽しく暮らしてるのでなのであのそれってその今まで自分が苦労したりとか失敗したりとか嫌な思いをした結果で多分こうなってるんだろうなっていうなのでそのなんだろうなその嫌な思いをするということはその,その時点ではマイナスなんですけど でも結果としてそのああいう思いをした結果あの先の判断っていうのが多分変わってってこういうのを選んだようになって結果として今この僕は楽しく暮らしているっていうのがあるのでなのであの嫌な思いをすること自体も僕が今こう楽しく暮らすための材料だったんだっていうっていうそのなんか悟りを開いたっていう話を前にあの酔っ払った時にしたことがあるっていう話をしたと思うんですけどはい。